Snowing now and it's 3-0 in overtime. So fuck the world, that's the way this shit goes in life. Fuck the world. Fuck the world, I don't care. これからちょっと近くのバークスベリーに行こうかなって考えてます。ちょっと晴れてきたし、ほら。で最近いろんな人と滑ってて、なんかバスケボーを楽しむことがメインなんで、別に上達しなくてもいいんですけど、まあ、上手くなることに越したことないんで、どうやったら効率的に、まあ、効率的というかすぐ上手くなる人とあんまり上手くならない人の違いを考えた時に、まあ、いくつかこうスケボーに向いてる人が持っている要素をまあ知ることができたんで、それをちょっと考えながら最近よくスケボーしてます。その要素っていうのがいっぱいあるんですけど、で一番大事だと思うのは大体3つぐらいあって、1つは短い時間でもいいからなるべく毎日滑るってこと、だから持続できる、まあ、続けていける性格の人。なんかスケボーって例えば最初オーリーやった後に次何みたいな、もうなんか多分ステップが大きいからオーリーとショービットやった後次する技ないみたいな感じの人が多いと思うんで、地道にずっとちょっとずつやっていける人が上手くなるんだと思います。僕1ヶ月滑ってなくて、やっぱ久しぶりに滑ったらなんか技全部メイク率めっちゃ下がってるし、今まで気づかなかったんですけど、やっぱちょくちょく練習することが大事だって思いました。まあそれは当たり前なんですけど、まあ改めて痛感しましたね。あと2つ目は観察力かな。上手い人はだいたいめっちゃ他の人の技を観察したりめっちゃ見たりしてます。他の上手い人とかのトリックの持っていき方とか重心の位置とかフリップの仕方とかめっちゃ見てる気がします。上手い人見て、ただ上手い人が意味わからん技やってるとするじゃないですか。別にその人と僕の間にそんなに筋力とかの差はないんで、その動きを丸コピすれば僕にもできるって思ってめっちゃ観察してやろうとしてます。そうすると意外とできたりします。最近思ったのは、その上手い人はめっちゃ上手い人の動きをめっちゃよく見てる気がします。3つ目は何年間もスケボーしてて一番いつも思ってることなんですけど、チキらない。 Do it! Just do it! 帽子かぶろう。スケボーってほんまにビビらないことがめちゃくちゃ大事だって最近感じてます。
なんていうの、ビビらんことによってその練習効率が全然違うんですよね。例えば最近よく空、白い空と滑ったりしてるんですけど、あいつは全然なんかビビりの要素がないんで、もうすぐにニュートリックとか乗っていくんですね。例えば僕だったら新しいトリックするとき、あー乗れるかな、回して、あプリモとかなんか滑ってこけそうなとかめっちゃ考えて、一回なんかちょっと回す練習してから乗りに行ったりするんですけど、あいつはもうなんかやったことない技でもいきなり、あいけるっしょみたいな乗りで、もうバンバン一発目から乗っていく、もうなんかコミットしていくんで、そのビビってる間の時間を計算するともうなんか効率の良さが全然違うんですよね。なんで僕も、まあ、それは昔から分かってるんですけど、やっぱビビらないことが大事ですね。例えば初心者で言うとキックリップとか、キックリップも実際テクニックとしては弾いてフリップで、そのコツは結構掴めてる人多いと思うんですけど、あの乗りに行くのが一番怖いんですよね。乗りに行くのが怖いんで時間かかったりする人も多いと思います。例えば僕も多分1ヶ月ぐらいで回せるようになって、多分もうその時に乗りに行ければ乗れたのかもしれないですけど、なんかずっとちょくちょくビビったりしてて、結局半年ぐらいかかるっていう、もうすごい効率の悪いことをしてましたね。だってもしそこで上手い人みたいに全然ビビってなかったら、もうそこでもしかしたら1ヶ月で乗れたかもしれないし、でそんな感じで考えると、まあ、ビビらないことがやっぱりめちゃくちゃスケボーにおいて大事ですね。でビビらなくなる方法っていうのはあんまりないんですけど、プロのレナルズ、アンドリュー・レノルズっていう、まあ、有名なレジェンドみたいなスケーターいるんですけど、その人は怖かったらいつもなんか板をこう板を3回タップするらしいんですよ。でそうしたらなんか自分に自信を持てるみたいなことを前ドキュメンタリーかなんかで見た気がします。なんでそういう自分に自信を持たせる行動をしてからやったらなんか、ね、怖くなくなるみたいなことを言ってました。でこれ多分やってる人意外と多いと思います。なんか白い空とかは多分何も考えてへんから適当にやってるだけだけど、多分怖い人はなんかそういう行動をやって自分に自信をつけるみたいな人も多いと思います。結構スケボーってそういうメンタルゲームでもあるんで、そういうところの強さで、まあ、うまさ上達のスピードが変わってきたりすると思います。はい、ここまで見てくれたそこの You、 プレゼント企画します。今回は10名の方にこれをあげたいと思います。 MDA ステッカー2枚と MDA の作ったバナナステッカー。なんでプレゼント企画をするかというと、なんとなくです。今回のプレゼント企画は YouTube と Instagram でしてます。YouTube で5名、 Instagram で5名です。で YouTube のエントリー方法はいつも通り、この動画にコメントと高評価と僕のチャンネルを登録してください。1週間後の動画で当選発表します。それまでにこの動画のコメント欄に欲しいとか何でもいいけど、その欲しいっていう意思を何でもいいけど伝えてくれたら、その中から適当に5人選びます。で Instagram のエントリー方法は、僕のこのインスタグラムアカウントをフォローして、最新の動画、多分当日に上げてるこの写真のコメント欄にコメントするだけです。でそのコメントには僕のことをまだフォローしてない人を一人タグしてコメントしてください。フォロワー増やしたいからでコメントしてくれれば、その中からまた5人選びます。1週間後、これの次の動画が上がった後に、インスタグラムは僕の方から DM でメッセージを送ります。で YouTube の方は、あの YouTube で当選者発表するんで、当選者を発表されたら僕からじゃなくて、その見てくれた方の人から僕にメッセージを、 YouTube 上でメッセージをください。そうしたら僕が、まあ、いろいろ聞いて送ります。一つ、あのゴールデンウィークの間、あのリバイブの代理店のスケートティファナショップがなんかリバイブのセールをしてるっぽいんで、もしよかったらGo check it out, man.